出たから。確かに、眉毛まで届いてる。確かに、確かに。でもね、こっちもね、結構長いことに気づいた、今日。髪の長さ。やっとこ伸びてきたわ。一年経ったけど。あ、シンクな、こんにちは。髪の長い、があるんですよ。で、ひとみーの生誕祭ね、ツインテールしてくださいって言われて、で、髪の短い人はハーフツイン？でもいいですって言われたんだけど、私ツインテールできそうなんだよね。ちょっと久しぶりにやろっかなと思って。こんちょんってなっちゃうけど。みゆきくんこんにちは、いらっしゃい。久しぶり。ジム行ってきた。うわ、めっちゃ意識高。いいね。たちこんにちは、いらっしゃい。長いと思った？ね。確かに、今ぐらいがちょうど一番いいかも。あ、でもこうやって下から見るとやっぱ短い。ジェロ、こんにちは、いらっしゃい、ヤッホー、ジェロ、こんにちは。ゆうきくん、かわいい、おもちゃって、ありがとう。ありがとう。あ、流れば、ヤッホー、おはよう。ごはん。うん。帰ったらゲームしまーすって、お、いいね。何やってるの、ゲーム。あ、友達だ、こんばんは。俺もついでるしてく。それはめちゃめちゃ楽しみすぎんだが、タダッチ。やばいね。タダッチツインテール見たいよ。腹筋割れてきた。え、最高。腹筋が一番好き。男の人の筋肉で。テンポ空いてんって。テンポね、お席に余裕ありって書いてあった。待ってる、みんな。2部。これから出勤。ちょっとメンバーが少ないんだけど、今日のライブはレアな、ソロライブになる。千穂さんと私とかりんちゃんの3人が、それぞれソロで歌うっていうレアなライブ。アイドルでね、ソロで歌うのね、本当に久しぶりなんだ。生誕ぐらい、生誕以来ぐらい。だからみんなに来てほしい。あ、まつげさん、今日もありがとう。ちょんツインテール。そうそうそう。ちょいんテール。それいいね。そう、ちょいんテールするわ、明日。できるかな？できるかな？できるかな？耳ついてみて。見てみ。そう、明日ね。で、このね、後ろの方でやればね、なんとか。なんか、あんま前の方にすると、この後ろの毛が出てきちゃうから。低めの後ろの方だったらね、できそうかも。挑戦してみる。できなかったらハーフツインにする。あたし、こんにちは。ヤッホー。いらっしゃい。あたし、お手紙ありがとうね。届いた。嬉しかった。今月もありがとう。ありがとう。シックスパック最高。最強。ツインテールするね。そう、ツインテールさ、頑張ってやってみるね。この髪型、ショートにしてから、結んだことなかったんだけど。一年越しに。やってみようかな。撮影2枚の準備しな。でもそうだよね。もう、今日も半袖だし、なんかもうさ、夏だね。ヤヒロだ、こんにちは。ヤヒロいらっしゃい。久しぶりだ。あ、予約しとるのか。あ、そうなのか。大丈夫だよ。ニラチ、こんばったー。はい。筋肉質。いや、筋肉いいよな。あ、みやちゃんのヤッホー。ねえねえ、みやちゃんにさ、さっき似てる人見つけてさ、二度見しちゃった。あ、みやちゃんだと思って。元気かなって。録音を終えたところでみやちゃん。お疲れ様でございます。今日は土曜日。今日、明日。土日みんな何するの？今週。テンポ賑やかだな。今日ね、お昼からさ、ナン作ったの。見た？私のフリートと インスタのストーリー載せたんだけどね。ナンをね、こねてね、楽しかった。したらね、なんかね、油を入れすぎちゃってね、なんかべっちゃべちゃになって、手にべっちゃべちゃについて、これは伸ばせないと思ってね、小麦粉をめっちゃまた入れて、また練って、
で伸ばして焼いた。ガシこんばんは。おガシいらっしゃい。この暑い時期、明日スーツで行くのは険しいと思い始めて。いや待って、明日スーツの人マジ最高なんだけど。ちょっと私今日休み、明日は仕事。あ、そっか、みゆらち。じゃあ今日はゆっくりできるな。えに、日本、68対43。お、すげえ！すげえ、絶好調。来週の金曜から4連休。え、やったじゃん、みゆらち。連休。この休み何もせんわって。ねえ、ながら、ま、そろそろ大宮に来ない？そろそろ来ない？メンバー待ってるから。なんこねちゃった。なんてこった。パンナコッタ。そう、なんこねた。こねるの楽しかったんだけど。こねるのが楽しい。こねるのが一番楽しい。天気良かった。鳥取に行く。あ、そうなんだ。鳥取のスイカ。おいしいんだ。鳥取のスイカ。夏だね。皮で冷やして、あれやりたい。スイカ割り。みゆちゃん、会いたすぎてそっくりの歌見つけてしまう。ほんとそうだよ。みゆちゃんと私話したくてたまらないのに。どう？その後のあのプライベートは順調なのかな？あ、サウナさん、ありがとうございます。こんにちはです。ありがとう、いらっしゃいませ。なんこねるのはわかるけど、焼くのが難しそうですねって。実際は、釜の壁に貼り付ける。あ、インドカレーの人。ポーンってやつ。ポーンって上に投げてさ、くるくるくるって上で伸ばすのすごいよね。いやさ、なんさ、あの伸ばしたんだけどさ、これこういうやつでさ、だけどね、あのもっと薄くするべきだった。なんかすんごい弾力のあるナンになっちゃった。多分もうちょい薄くていいんだろうな。パンみたいになっちゃったの。なんかホッカチオみたいになった。サイゼリアのこんな暑いのにスーツなんか着たくねーって。確かにね、もう、あれだね、クールビズ。マジ釣れやぜって。マジ楽しみだぜ。お仕事早くです。ありがとう、サンドさん。ありがとうね。ひとみにおめでとう言えてない。お、今日はまだ配信してないんじゃない？ひーちゃん。今出勤してる？ひとみ。家の近くに。めっちゃうまいスイカ売ってるけど、スイカ持ってけよなって。あ、スイカ確かにスイカの写真で、写真はもらったことないけど。スイカなんてさ、めったに食べないよね。しかも一人暮らししちゃったらもう、さらにだよね。スイカを買うことはないよね。明日緊張しすぎて家から出れない。ダメじゃん。もう泊まってから今日大宮に。最善管理しよう、今日の夜中から。こんにちは。あ、黒縁、え、久々じゃん、黒縁。やっほー、こんにちは。桜井がスーツで来いって言うから来てくけど。ジャケットはさすがに着ないでしょ。暑いよね。え、ネクタイする？いや、マジネクタイしてほしい。私スーツのさ、あれが一番好き。ベスト着てる感じのあのスーツ最高。彼女とデート中に行っちゃう。あ、誰のこと言ってんだい。スーツで行ったことあるけど、下半の反応いつもどおりです。え、スーツの覚えてないんだけど、やばえ、スーツで着たことあった？私は。やばい、覚えてないな。めっちゃ充実する。よかった、それはよかった。みゆちゃん、お幸せにね。あれはフルーツに含まれるフルクトースって、自分自身を守るために糖を見つける。生理作用の関係。なんか難しいな。スイカの説明ってことこれ。シロちゃん、なんだかの、こんにちは。どほー。店舗で会った時、スイカお願いって言ってもももちゃんがスイカなんかないよ。
何スイカなんかないよってなんか言ったっけ私。なんだっけそれ。ベストまでさすがにいけない。確かに暑いよな。ネクタイも暑いよね。なんなら。確かに。ベストのあるスーツって結構高い。そうなんだ。そうなんだね。いや、てかもうスーツって最高だよな。スイカに塩を振ることで甘さが引き立つのは調理の世界では対比効果って呼んで、そうなんだ、対比効果って言うんだ。塩を振ることで甘さが引き立つ。対比効果。学んだ。覚えてないと思いました。アイドルの100倍オタク推しメンとの思い出を覚えてる。 それ覚えてないよ、もう10年ぐらい前。ごめん。言ってなかったっけ？ AR の彼女。そうなの？知らなかった。それは詳しく聞きたさ。びっくりびっくりびっくり。素敵な思いが流れて、どうしようどうしよう。きっと毎日が日曜日。この前ルーティン動画見たよって。おっ、ありがとう、見てくれて。うさまる見たわ。あれ、うさまる映してたっけ、私。これ、うさまるなんて、映してたっけ、ルーティンの中に。もちゃん、あれが追加お願いしたの。スイカって聞いて。あったかも、それ。こないだか。追加だ、スイカって聞こえたんだ。そうだ、そうだ。そうだ。最近さ、ミニトマトにハマってる。ミニトマトの中のミニトマト。なんかほんとちっちゃい、これぐらいの。ミニミニトマト。がね、甘くて美味しくてね。最近ハマってる。夏野菜いいよな。くまちゃん登場ですって。くまちゃん？何それ。ライブで使ったスーツとか、海外の恵まれない国に送ったりして、自分のスーツの国。素敵、沢野さん、そういうの。誰かのためにってことでしょ。ユニセフ的な。私もね、ランドセルをね、寄付したよ。小学生の時のランドセル。あ、猫ちゃんにゃーごー。前髪バッツンですね。そう。これでもちょっと伸びたんだよ。短いけど。猫ちゃんありがとう。鰹節と昆布の2つの旨味成分を合わせることで強い味になることを抑制効果。抑制って言うんだね。強い味になる。何、抑制なんだ。へえ。楽屋から本当にスイカのビーチボール持ってくるしさ。なんかそんなことあったで。去年の話？スイカのビーチボールって。なんかあった気がする。ひとみがスーツって言ったから、ちょっと考えたけど、クリーニング一番なかった。あ、水色 T シャツいいね。水色いいね、明日。明日のテンポは水色とスーツで溢れんのかな。新鮮だ。楽しみ、ひーちゃんの生誕祭。スーパーのトマトで、いいやつがあるけど、完熟になる前にもぎ取って流通してるサムが、最中に赤く、赤くしてるって、染めてるってこと？猫ちゃん自分でチャンネル行くな。わー、楽しんできて。そうなんだね。秋葉で編んだ、今日。そっか。ゆたるん、いらっしゃい。ゆたるん。久しぶりだ。あ、相乗効果か。そっか。その抑制しちゃうんだと思ったけど、相乗っていうのか。相乗効果だ。2週間くらい前に行きましたって。2週間くらい前に行きました。お店？テントのことかな？どこにだろう？どこにだろう？ リブは誰来てくれるんだろう？楽しみ。ランキング読もう。13位。ニータン、12位、タダッチ、11位、エイミー、10位、ミズキくん、9位、タケシー、8位、ガッシー、7位、キング、6位、トシ、5位、流山、4位、クラ、3位、ナハサカヌ、2位、トシヤ、1位、アキヨシ。ありがとう。出勤行ってくる。あ、ガッシャー！
ガチャ来てくれるのかな。待ってるね。ゆたらありがとう、かわいいとありがとう。では行ってまいる。コメントありがとうございます。バイバーイみんな。土日も頑張ろうね。バイバーイ、行ってきまーす。